We are now delighted to have a virtual ministerial address by Sanae Takaichi, Minister of Economic Security of Japan. Sanae Takaichi currently also serves as Minister of State for Science and Technology Policy, Space Policy and Intellectual Property Strategy. カーネギー国際平和基金が主催するグローバルテクノロジーサミットに参加できることを非常に嬉しく思いますデジタル技術が世界に大きな変化をもたらしている一方でますます多くの人が経済安全保障の重要性を認識し始めていますこのような国際情勢の中でこうしたフォーラムが開催されることは非常に意義のあることだと考えます 最初にコロナ禍とロシアのウクライナ侵攻に触れないわけにはまいりませんこの2つの出来事は世界のサプライチェーンに大きな影響を与えました世界経済はグローバル化によって大きな恩恵がもたらされた一方で経済効率性を重視し国際分業化を推し進めた結果地政学的リスクを考慮しない形でサプライチェーンが多様化複雑化してしまいました。 その結果重要な物資の他国への過度な依存やそれに伴う供給途絶リスクを高めてしまったのです今回のコロナ禍やウクライナ危機は各国とも危機に直面すれば自国のための物資の確保を優先するのみならず自国に有利な環境を創出すべく サプライチェーンにおける優位性を意図的に利用する国があるという厳しい現実を見せつけました有事を見据え、平時からサプライチェーンの強靭化や戦略物資の確保をいかに進めていくかは経済安全保障の大きな課題の一つとなっています私は岸田政権の下、本年8月に 経済安全保障や科学技術、イノベーション、宇宙政策をを担当する大臣職命しましまた。最近経済安全保障という考え方が徐々に広く知れ渡るようになってきましたが私としては経済安全保障とは国家および国民の安全さらには繁栄を伝統的な安全保障のツールだけではなく経済的な措置を講ずることによって しっかり守り守実現してていいいこうというとと新しいコンセプトであると考えています伝統的な安全保障の世界では国家や国民を外交や防衛という手段によって守ってきましたが技術革新などにより安全保障の裾野が経済分野まで広がり安全保障は安全保障 経済は経済と分けて考えることが難しくなってきましたそのような状況を踏まえ我が国においては岸田政権の最重要課題の一つである経済安全保障推進法を策定し本年5月に成立しましたえ、私自身も当時は与党自民党の政調会長としてこの法律の策定成立に尽力いたしました この法律のもとサプライチェーン強靭化、基幹インフラの安全性信頼性確保、特許の非公開化に加え、先端的な重要技術の官民協力による研究開発を強力に推し進めていきます。AI や量子分野などを念頭に今後五千億円規模のさまざまなプロジェクトを推進していきます。今申し上げた。 重要技術開発支援にも関連しますが科学技術イノベーションは経済成長の原動力や気候変動など地球規模課題の解決に資するものであるだけでなく経済安全保障確保のための取り組みを進める上でも重要な要素の一つです。イノベーションを促すためには、 自由でオープンな研究活動が重視されなければならない一方で、研究活動の基盤となる価値を守るため、研究インテグリティを強化していくことも必要です。現在、我が国は国家安全保障戦略の改定作業を進めています。2013年の現行の戦略には、経済安全保障の考え方は示されていません。 年末にも策定される新しい戦略にこの極めて現代的な課題である経済安全保障の要素をしっかり位置づけていく考えです以上のような経済安全保障を進めていくにあたっては第一に我が国の経済構造の自立性を向上させること第二に我が国の技術などの他国に対する優位性を確保強化し さらにそれを強化し我が国の国際社会における必要不可欠性を拡大していくこと第三に基本的価値やルールに基づく国際秩序の維持強化に向けて同志国との協力を拡大進化させていくことという三つの目標を実現していくことが重要であると考えていますルールに基づく国際秩序の維持 強化の重要性が増す中同志国との連携強化は極めて重要です経済安全保障に関する我が国の国際連携についてはインドを含めた日米合員の取り組みを通じて活発な議論が行われていることを非常に喜ばしく思います本年5月には日本がホストした日米合員首脳会合において重要技術サプライチェーンに関する原則の 共通声明を発表するとともに、ファイブジサプライヤー、多様化。及び、オープンランに関する新たな協力覚書にも署名しました。また、オープンラン、トラック一点五イベントを通じたものを含め。地域におけるオープンで、安全な電気通信技術の実装に関して。えー、共同する方法を探求しています。え、日本とインドは、ともにインド太平洋に位置していますが。 インド太平洋地域は世界人口の半数を要する世界の活力の中核ですインドは日本にとって自由民主主義といった価値観を共有する大切なパートナーですえ、本年は日印国交樹立70周年という記念すべき年であり 日銀がそれぞれ G7、G20 の議長国を務める来年も、経済安全保障に関する協力をさらに深めていきたいと思います。えー、最後に、このような機会をいただきました主催者とインドのご支援とご協力に感謝いたします。誠にありがとうございました。